アバイの肖像画が描かれたソビエト連邦の切手カザフスタン文学とは、現代のカザフスタン、カザフソビエト社会主義共和国、ロシア帝国のステップ総督府とトルキスタン総督府、カザフ半国で形成されてきた文学である。この中には、カザフ人により書かれた歴史や文学作品という枠組みだけではなく、カザフスタン領内に住むチュルク部族の文学も含んでいる。 紀元6世紀から8世紀の中国の文献によると、カザフスタンのトゥルク部族は、詩の形態による交渉文学を有していた。この伝統の痕跡は8世紀に2人のトゥルク部族、支配者ケツトクキンと、ヒトギカガンの支配について、一死に彫られた記録に見ることができる。デデコルクトの書と、オグズナーメは、トゥルク部族の伝説的な英雄を描いた文学として、最もよく知られている。 これらは9世紀頃に作成され、世代間の交渉による伝達を経て、14世紀から16世紀に、チュルク人の作家により、文章として記録された。アバイクナンバユリの肖像が現代のカザフスタン文学発展に極めて重要な役割を果たした人物として、カザフスタンの民族文化保存に関する多くの著作を、残したアバイクナンバユリが挙げられる。 アバイの作品で最も有名な作品は言葉の書と呼ばれる書物でロシア帝国の植民地政策を批判し他のカザフ人に教育やリテラシーを推進する哲学的な研究や詩を集めたものとなっている。ありがとうございます。